今気持ちよくなって別に一発射精したところで特に何も変わんないからしこっちゃえっていう風にね正当化して、ね、しこります。でもちろんねその一発の射精ではい全部台無しですとか、ね、もう人生終わりましたっていうつもりはない。ただ毎回毎回天秤にかけて自分の取るべき行動をね、でそれで現実逃避のルートを取ってたらそれは一生現実逃避をし続ける人生になるよって話。例えばね貧乏でひも手でコミュ障だったらさずっとそのままで居続けるよってところ。じゃあここで俺が何をしたかっていうと天秤にかけたんだよね。一生このまましこり続けて貧乏コミュ障ひも手自分のこと大嫌いね、そんな最悪な人生を送っていくのか、それともお泣きにして自分のね本来取るべき本心これ毎回天秤にかけた、そういう風にして自分の将来に対して本気で自分を大事に扱うこと、そこから始めなきゃいけない。